はい、今回の動画では Excel で点数分布を調べる方法を解説をしてみます。で、どういったことかというとですね、まあ、今回の表でいうとこの左側にこのテストのね、それぞれの点数というのが入っていて、で、右側にこの点数分布という形で0点から20点までが何人 で21点から40点までが何人と、まあ、こういった分析ですね、まあ、こういった分析というのはまあ仕事でも結構あるとは思うんですけども、まあ、こういう分析をしたいときにですね、まあ、Excel ではフリークエンシー関数というのを、ね、使うことによってこういう、ね、分析をすることができますので、まあ、早速、ね、そのやり方を解説をしてみたいというふうに思います。で、この関数を、ね、まず入れていく前にですね、このフリクエンシー関数というのが、まあ、ちょっとですね、特殊な関数になりまして、配列数式と、まあ、言ったような数式になります。なので、ちょっと通常の関数とはですね、ちょっと入れ方が変わってきます。で、まずですね、この関数を入れる前にですね、まあ、通常普通の関数というのはどこか、その、ね、一つのセルを選択をして、そこに関数を入れていってですね、で、他のセルにそれを適用したい場合は、それをコピーするという形を取るんですけども、この配列数式の場合はですね、このまあ、事前にその結果を表示するその複数のセルを全部選んだ状態で入れていきます。なので、まあ、今回でいうとこの人数というとここにね、それぞれの分布の人数を入れていきたいので、分かりやすくちょっと今回は黄色でね、色を塗ってますけども、この一番上のセルを選択するだけではなくてですね、ここを全部あらかじめ事前に選択した状態で関数を入れていきます。まずこれがですね、一つ目のまあ注意事項になりますかね。で、あともう一つですね、ここの、ね、左側、今回点数の分布になるんで、まあ、20、40、60、80、100という形で、ここのですね、分布を調べたいこの数値のところ、まあ、ここをですね、必ず照準にしておくということですね。まあ、例えばですけど、これが40、ね、1枚目が40で、その次が20とかだとうまくいきませんので、必ずここは照準にしておくということで、はい、まあ、この状態で関数を入れていきますんで、ここで関数の挿入ボタンをクリックします。で、このフリクエンシー関数なんですけど、関数の分類はこの統計の中にありますんで、こちらをクリックして、で、関数名の中をねクリックをして、フリクエンシー関数の頭文字の F ですね、この F を半角で打ちます。ここからちょっと下を探すと、これですね、このフリクエンシー、こちらを選択して OK ボタンを押します、はい、そうするとこのウィンドウがね開きますんで、まずこのデータ配列というところ、ここは今回でいうとこの左側のこの点数が入っているところですね、ここを選択をします。で、次に区間配列、ここはこの今回だとここの点数の分布のところですね、20から100のところを選択をします、はい、で、通常の関数の場合はですね、ここで OK を押しますけども、この配列数式の場合はここで OK を押すとうまくいきませんので、ここでですね、キーボードのコントロールキー、まあ、左下の方にある CTRL というキーですね、コントロールキーを押して、さらにシフトキーですね、これも大体左下の方にあると思うんですけども、 SHIFT とシフトキーですね、こちらのキーを押して、で、エンターキーを押します。はい、そうするとここの上の数式のところ見てもらうと分かるんですけど、このね、数式のまた右、あの左足と右足にまたちょっとこう特殊な括弧が入ったと思うんですけど、これが配列数式の形になりますので、この形でやるとここはしっかりね、0点から20点が0で、21点から40点が1人でという形で点数の分布を調べることができましたということですね、はい。まあ、こういった形ですね、このフリークエンシー関数、まあ、非常に便利な関数なので、まあ、ぜひね、使ってもらえればと思うんですけども、まあ、今回説明したような注意事項ですね、ここの最初に入力する前に、ここのね、事前にこの表示する値のね、値を表示するセルを全部選択して入力をすると。で、あとここの数値のところですね、ここはちゃんと照準にして、あとその一番ね、間違いやすいのは関数最後、終了するときに OK ボタンではなくて、コントロールシフトエンターで OK をするということをね、覚えておいてもらえればですね、まあ、非常に便利な関数になると思いますんで、まあ、ぜひね、こういったね、その分布、点数の分布なんかをね、分析としてやりたいときにうまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。